扉の陰で息を殺した」「かすかな言葉はさようなら」「六時発の貨物列車が窓の彼方でガタンゴトン」朝焼けが燃えているので窓から招き入れると笑いながら入り込んできて暗い顔を赤く染める。それで救われる気持ち。今頃は終わりの季節、つぶやく言葉はさようなら。六時起きのあいつの顔が窓の彼方でチラチラ。朝焼けが燃えているので窓から招き入れると笑いながら入り込んできて暗い顔を赤く染める。それで救われる気持ち。朝焼けが燃えているので窓から招き入れると笑いながら入り込んできて暗い顔を赤く染める。それで救われる気持ち。